一連の騒動は少なからぬ犠牲を払いながら首謀者土御門康弘の命をもって幕を引いた。だが新たな火種はここに。命が燃え、月が満ち行き、義は終わりへと近づく。土御門なにがしは倒れた。無事にはぐれの一件も片付いた。ここにいたり思い起こされるのはサーバント英雄英傑たちの鮮烈なる死に様ばかり。誇り高きアーチャー己が友と婿の民を守って散った男、はぐれのバーサーカー、微笑みを残して言った金剛の異常符。アサシンもすでに倒れた頃合いか。この日々もいずれ終わる。生き残ったならば死せず、勝利を手にしていたならば、再び俺の日々はなぐのだろう。何暗い顔してるの兄ちゃん。さっき朝げを食べたばっかりでしょうに。あ、もしかして足りなかったかや。案ずるな、腹は朽ちくなった。お前こそよく食べなさい。心配しなくたってちゃんと食べてます。小さい子みたいに言わないで。そのうち兄ちゃんの背も追い抜きますから。そうか。あれ、なんだ、どうして私がこんな。ふと立ち花、あの日、あの時、私は涙を知って多くを知った。悲哀を知った。異教のタケルたちを切った折に得たものも、そう、悲しみなのだと。そして私の涙は枯れ果てた。ああ妻よ、我が妻よ、私は二度と泣くことはない。そのはずだったのに。なぜだろう、より君たちとの日々の終わりを思うだけで、私はこんなにも。セイバー、十分に休めたか？無用な心配だ。サーバントは本来眠らぬものなのだ。よりこそ寝不足に見えるぞ。確かに事実寝不足だ。ここに至って開き直れるほど俺の肝は太くないようだ。サーバントならざる身は難儀だな。くれぐれも不意をつかれてくれるのよ。
ああ、より、一つ尋ねる。なんだ、改まって。願望機にかける君の願いは。昨日帝にも尋ねられていたな。そういえば私も聞いていなかった。君は永月に何を望む？士官と言いたいところだが、それはただの展望だ。己が手では叶わぬものを望んでいいというのなら。ん？どうした、兄ちゃん。ああ、いや、なんでもないよ。カヤはカヤだ。俺が願わずとも、きっと幸せになろう。セイバーこそどうなんだ。いい加減、己が願いは思い出せたか。恥ずべきことだが、何を願って限界したのか、私自身にもまだわからない。だが、やるべきことはわかっている。永月の義を続けさせてはならない。どのような世界、どのような時代であれ、私は善を成したい。うん。それにな、アーチャーたちの無念も晴らさねば。かつての英雄そのものでないとしても、そこにまつわる魂を惑わせるのは悪鬼の所業。英霊を惑わし、世と民を脅かす者こそ英月。ならば止めなくては。誰あろう、私が、私の剣にかけて。それが私の誠だ。言ってのけたな。心よりの願いあればこそ、お前は召喚に応じたのだろうに。お前は永月を切るという。それでいいのか？うん、それでいい。良いのだ。聞いて驚け。これほどまでに思い出せぬ願いならば、おそらく取るに足りぬものなのだ。故に私は私として剣を取る。だから、より。わかった。お前がいいならばもう何も言うまい。では支度しよう。いち早く儀を終わらせねばな。ねえ、願い、本当にわからないの？ああ。儀の終わりは近い。今ひとたび支度を整えておかねばな。ここにいたか。その姿、ドロテア殿の手のものか。ドロテア殿は無事か？アサシンは倒されたようだが。お嬢様は亡くなられた。ご自分のお命を用いてアサシンを止めた。そうか。喰らえるものならば喰らってみなさい、アサシン。私以外の誰一人として連れていくのは許さないわ。仮初めであろうと、私はあなたの主であればこそ、あなたのなすすべてに先を持つ。異教であれ、
婿の民を守るは貴族の定め。そのようにおっしゃって、お嬢様は我が身を捧げ、民と町をお救いになられた。私がここへ来たのはお嬢様のご意志だ。万が一自分が死した折には、宮本伊織に助力せよとな。心して聞け。由井小説が英傑の器を手にした。あの者は義に幕を下ろそうとしている。英傑の器？そうだ。英傑の力で召喚されたサーヴァントは、義に敗れれば器に魂を回収される。魂は魔力として器に溜め込まれてゆく。英霊の魂こそは甚大な魔力の源。魂を溜め切れば、およそあらゆる願いを叶える魔力が溜まろう。これをもって英傑は願望器と化す。霊地に設置した器をもって、魔力あふれる英傑を目覚めさせれば願いは叶う。お嬢様は鍵を用いてとおっしゃったが、その司祭はわからん。どこかに器を置いて英傑を目覚めさせる腹積もりか、小説。しかし鍵とは何だ？英傑の器を結衣が持つか。ならば追わねばなるまいな。奴は一時土帝の屋敷を新たな根城にした。だがつい宣告のこと。遅かったな。あ、危うくかの陰陽師に操られるところでした。まさか貴殿の冗談を聞ける日が来るとは。随分と道に行った芝居ぶりだったが、傷の修復にもかなりの手間がかかった。一時とはいえ私の魔力が底を打とうとは。さすがは神秘殺しの刃。恐れ入ったライダー。何をおっしゃる、主。全てはあなたの企みだというのに。ああでもしなければ土帝を出し抜くことはできぬと。何、貴殿に習ってくだらぬ冗談を口にしてみただけだ。それよりもこれを見よ、ライダー。そうだ、土帝が隠し持っていた。これなる器、英霊の魂を回収するための入れ物だが、英傑を用いるには必要なものだ。手元に置かずして何とする。なんと禍々しき魔力。中途のものでありましょうに。これが万能の願望器。かつてにはどれほどの力を持つか。英傑の義、陰陽道ではあるまい。神に奉る気配なぞこれにはみじんもない。魔術基盤としては、そう、西洋のいずれか、あるいは混ざったものか。土帝め、いかにして英傑を作り上げた。かつての権勢を失ったと聞くが、よもやこれほどの術式を組み上げてみせるとは。七味かと安倍家の末と聞きます。さほど驚くことでもありますね。ああむしろ生命殿であればもっとうまくやりましょう。ならば私がうまくやろう。これは正しく使われるべき代物だ。余人に渡すわけにはいかぬ。
一刻も早く英霊の魂を集めなければ。はあ、面白い話をしているね。それで集めなければなんだ。今さら何の用向きだ、知恵門殿。貴殿らはいたずらに十五鬼目を襲い、あろうことか逃げられた。己が失態を分かっているのか。あの娘が欲しかったのはお前とて同じだろうが。それで用向きだったか。わざわざ答えずとも、もう分かっているはずだ。霊月の器をよこせ、由井小説。貴殿こそランサーの魂を差し出して去れ。ここで命までは取らぬ。総意見先生が守らんとした民の生き残り、できれば切らずに済ませたい。マスター、つまらん冗談で、自ら願いを捨てるアホがどこにいる。よいライダー、ここは引く。貴殿ならばランサーはいつでも切れる。承知。では知恵門殿、いずれランサーの魂我らがもらい受ける。申し訳ありません、マスター。気を伺ってはいたのですが。あれはお前に太刀打ちできる相手ではない。鎧武者のなりこそしているが、本性は化け物だ。化け物とはいえ、諦めるつもりはもうどうないがな。お前もそのつもりでいろ、ランセ。復讐するは我にあり。デウスはかつてそう口にされたというが、地上にそのご意向をもたらさぬのであれば、この手でやるしかなかろうぜ。ふむふむ、知恵門とランサーが来て、ユイは消えたか。ふむ、見事な怨行だな、牢屋。よく命を保ってここまで来てくれた。知恵門に気づかれれば、貴殿は今頃灰と化しているな。そうなれば俺たちは何も知らぬまま小説に暗躍され、義に幕が降りたかもしれん。故にこたびのことを感謝する。私はここまでだ。お嬢様のためにせいぜい力を尽くせ。ではより。ああ、小説を見つけ出し止めるぞ。ユイを追うぞ。急がねば奴が英月を目覚めさせるぞ。小説がまず向かうとすれば本拠の神だ。であろうな。じゃがくれぐれも気をつけよう。今の奴らとまみえれば激戦は避けられん。来たる戦に備えるべくしかと霊地をつなぐのじゃぞ。